エイト君、原子出身長なんですけども、この中でまた無視できない特殊がありました。次吉あるフランスへ行く、生きてたんですね、この人。次吉あるさんね、私も好きですけどね、この人の個展なんかできやしないだろうと思って、最初から発想もなかったんですけど、まあそういうのやりたいって人もいるみたいです。いいですよね、次吉さん。まあね、僕の世代以上の人じゃないと知らないでしょうけどね。で、まあ柘植さんの原稿なんて多分どこにも絶対出てこないと思いますけど、まあ漫画の原稿ですね、最近は値段がつくようになってきました。漫画の原稿と、もしですね、おりになりたい場合は私どもぜひご利用ください。はい、ありがとうございます。